セイコーの自動巻き時計、グランドセイコー SBGR307 です。QS メカニカルムーブメント搭載の2017年発売ヘリテージコレクション。セイコースタイルを現代的に解釈したデザインで展開される美しい日本の最高級シリーズです。本品は2019年製造モデル。便利なカレンダー機能を備えた自動巻きメカニカルムーブメント CAL-QS68 を搭載。QS メカニカルの中でも、携帯ムーブメントとなり、迫力のある 42mm のケースサイズながらも、すっきりとしたシルエットデザインが特徴です。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー。力強いアップライトインデックスとエッジの効いたドルフィンハンド、ブルーセコンドの組み合わせ。3/12デイトが配された高級感漂う洗練された風貌デザインです。 SS ケースは幾何学的ラインのラウンドフォルム。裏蓋は仕上げの美しい QS ムーブメントを眺めることのできるシースルーバッグです。バンドは扱いやすいワンプッシュ式 SS ブレスレットを装着しています。セイコーの誇りと思いが詰まった日本を代表する一品。ビジネスにはもちろん普段使いにもおすすめです。コンディション、ダイヤル、文字盤、特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスにサビなど出ていません。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。裏蓋はシースルーです。外周の刻印は判読可能です。大きなへこみもありません。風防、特に目につくスレやスクラッチなどありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。ブレス、バックルに GS マークが確認できます。シレ、小傷が認められますが、すぐに装着可能です。操作方法、ねじ込みリューズを解除します。ゼンマイを巻き上げます。1段引いて回すとデイトがチェンジ。2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。操作後は締め込みます。付属品、ボックス、保証書、 GS 規格検定、合格証、プライスタグクマ2つです。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 21mm、 ケース径は約 42mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 47mm、 厚さ約 13mm、 風防含む腕回り現状 20cm 前後です。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。